ルブリョフの有名なイタリ製産者のイコン。アンドレイ・ルブリョフは1360年代に生まれ、1427年から1430年の間にモスクワで亡くなったロシアのイコン画家。正教会ののイコンフレスコ画におけるの最も偉大な中世ロシアの画家の一人であると考えられている。彼の人生についてはほとんど情報が残っていない。 彼がどこで生まれたのかさえ不明であるが、晩年は、トリニティセントに住んでいた。モスクワ近郊のセルギウス大修道院は、1392年に、ラドネジのセルギウスが亡くなった後、ヘグメンとなったラドネジのニコンの下にあります。ルブリョフについての最初の言及は、1405年に、ギリシャのテオファント・ゴロデッツの、プロホルと協力して、モスクワ・クレムリンの受体国地大聖堂のイコンと、 フレスコ画を飾った時である。彼の名前は、ランクと年齢の両方で、ジュニアとして、マスターのリストの最後でした。テオファネスは重要なビザンチンの巨匠であり、ロシアに移住し、ルブリョフを訓練したと考えられている。クロニクルによると、ダニール・チョールヌイと共同で、1408年に、ウラジミールの生神女終身大聖堂と、 1425年から1427年の間に、聖セ,セルギウスのトリニティ大修道院にあるトリニティ大聖堂を描いたとのことである。ダニエルの死後、アンドレイは、モスクワのアンドロニコフ修道院にやってきて、最後の作品である、旧聖主大聖堂のフレスコ画を描きました。彼はまた、ヒトロボの福音書のミニチュアの少なくとも一つを描いたと考えられている。 完全に彼として認証された唯一の作品はトリニティのイコンである。ジェネシス18示すとして知られている初期のアイコンに基づいている。ルブレフはシーンからアブラハムとサラの人物を削除し、構成と象徴性の微妙な仕様を通じて、主題を3位一体の謎に焦点を当てるように変更した。ルブレフの芸術では最高の禁欲主義と、 ビサンチン様式の古典的な調和という二つの伝統が組み合わされている。彼の絵のキャラクターはいつも平和で穏やかである。しばらくして彼の芸術は東方教会の絵画と聖教会の図像学の理想として認識されるようになった。ルブレフは1427年から1430年の間にアンドロニコフ修道院で没した。ルブレフの作品は ディオーニシウスを含む多くの芸術家に影響を与えた。1551年の百姓会議は、教会の絵画のモデルとして、ルブリョフのアイコンスタイルを交付した。1959年以来、アンドロニコフ修道院のアンドレールブリョフ記念美術館は、彼と関連する芸術を展示してきた。1988年に、彼は、ロシア製教会によって劣勢され、 成人の称号がつけられることになった。生命祝日は二つあり、ユリウス歴では七月四日と一月二十九日、グレゴリオ歴では七月十七日及び二月十一日となっている。米国成功会の成人歴では一月二十九日にルブリョフを追悼している。九百六十六年、アンドレイ・タルコフスキーはこの画家の人生を大雑把に題材とした映画、 アンドレイ・ルブリオフを制作した。これは、ルブリオフを世界史的人物として、また、ロシア史上の激動期におけるキリスト教を、ロシアの歴史的アイデンティティの中核として扱った、ソビエト時代に制作された最初の映画となった。14世紀後半、15世紀後半のイタリア、フランス及び近辺は、国際ゴシック様式の最盛期であった。ありがとうございます。